はーい、どうも。みんな大好き、ウェディです。ここはですね、下松市の笠戸島にあります。笠戸ハイツっていう、とこなんですね。まあ、いわゆる観光施設というか。書いてありますね。バス停にも。笠戸ハイツ前っていう。まあ、要はバス停が止まるような、もう、老舗の、まあ、レストランがありの、お土産屋さんがありので。で、さっき、のぼりにも書いてありましたが、風呂にも入れるんですね、ここは。展望大浴場、軟水美肌の湯、宿泊、結婚披露宴っていうか、さっきも黒ずくめの人らが入っていったんで、おそらくそういうあれなんでしょう。で、平日昼間なんですが、人が多いというね。自分も結構早めに来たんですけど、もうこんなに人が多いという。まあ入ってみましょう。レストラン営業時間は、ランチが、2時半まで。で、ディナーもあるというね。これ、昼間に来たのは理由があって、お昼は、ランチがお得だというんで、まあ、そういうのもあるんですね。同窓会。昼間から同窓会があるのね。なかなか木工細工アリーの 一体したんか。で、Wi-Fi も使えるし、レンタル釣り具もあるというね。で、毎度毎度の文化系にはうってつけの、絵画があります。重い。笠戸島の、笠戸ドックか、これ。まあ、中はこんな感じで。上は宿泊できるんかな？くだまつといったら、いかだ祭りという。冷やしそば、うどん始めました。稲庭うどんです。ああ、うまそうやな。これでもええよね。夏季限定ということで、冷やしうどんとそばがあって、冷やしそばの方にしてみました。で、ミニ冷や飯がついて、このお値段です。リーズナブル。プラス、プラス600円の釜飯で、出てきたのがこちらでございます。うまそう。で、釜飯の方はお時間25分ほどかかるそうです。見えますかね、火が消えるぐらいが食べ頃ということで。はい、いただきます。